全然さびれた街だったんだけど、あ、なんか俺やれるなと思っちゃったの。僕の場合はどっちかっていうと自分の限界を感じた。何かあったら自分じゃこの会社を支えきれないなっていう。ちょっとこれざっくりで構わないんですが、うん、米国出店から開店までお話をなんかこう、エピソードあれば何ですか。例えばお客さんからおなるほど。じゃあアメリカからかな。ソーテルっていうのこの店がある場所ね。本店がアメリカのロサンゼルスなんだけど、これねアメリカ出店のきっかけっていうのはとあるラーメン業界の先輩の方がいて、で、まあ、その方がアメリカの日系のスーパーマーケットで三つ葉スーパーっていうのが結構全米何か所かあって、でその方いつもそのロサンゼルスの三つ葉スーパーとそれからニュージャージーにある三つ葉スーパーで、まあ、東側なんだけどね、この西と東で1週間ずつうまいもの市みたいな催事をやってらっしゃったわけよ。でその方がその1年に1回やってたんだけど、でその方がもしあれだったらお前らも来るかってこう誘ってくださって、あ、ぜひ勉強しに行かせてくださいっていうことで自分たちもお願いして、向こうでラーメン作るお手伝いとかいろいろ勉強させていただいて行ったんだけれども、その時に店終わって夜とかねアメリカの街見たりとかご飯食べに行ったりとかいろいろしていく中で、あ、これもしかしたらアメリカでもできるんじゃないかなっていう。でその時にちょうどその僕の親友の金子半之助の社長の金子っていうのと一緒に勉強しに行かせていただいてたんだけど、あの金子と一緒に帰ってきて、あ、これアメリカでやれるかもしれないって俺思って、で金子に次の週にもう一回行こうって言って、ですぐ次の週アメリカ行って、そしていろいろ街見てたら桑田不動産っつってダウンタウンのところに書いてあるわけよ。不動産桑田不動産って明らかにこれどう見ても日本人がやってるよねって言って、ちょっとそこの人にいろいろお話聞いてみようって言って、でそこに行ってちょっとアメリカでお店やりたいと思ってるんですけど物件ありますかって聞いたわけ。そしたら あるよって言われて、あ、じゃあ見せてくださいって言って見せていただいたのが今の本店で、全然さびれた街だったんだけど、あ、なんか俺やれるなと思っちゃった。でここだったらいいんじゃないかなと思って、もうそこの見せていただいた1軒目で決めて、まあ、帰ってきていろいろ弁護士さん入って契約書とか作ってオープンしたっていう流れ。ただ俺英語が喋れないから、オープン初日はあのうちの厨房はあのその当時日本の俺の右腕だったやつに厨房入ってもらって、ホールは金子が英語が喋れるわけだからホールは金子がやってくれて、で俺はもう英語も何も分かんないからもう外で見てるだけっていう風になっちゃったんだけど、でもまあそれでやってきた、今日までやってきたっていう流れかな。アメリカは次の質問ですね、はいはい、これ多分住んでる方からの質問だと思うんですが、うん、沖縄または熊本、うん、出店予定はありますか。ないです。特に理由はないですけど特に今のところはないですね。今の我々のチームじゃそこまでオペレーションしきれないから、うん、だからなるべく固まったところにこう出店していきたいから、今はまだ沖縄とか熊本っていうのは出店予定はない。次ですね、うん、今経営者としてお仕事されていますが、うん、これまでに経営の勉強っていうのをされてきたんですか。経営って何をもって経営の勉強っていうか分かんないけど、あの机の上でしたことはない。現場でしてきたって感じ、うん、本とかでもない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 、うん、本みんなさんみんなでもね、なんか成功してる方とかすごい方って皆さん本読まれるし、本読んだ方がいいよってアドバイスもいただくから、まあ本はね読むようにはしようかなって今思ってるけど、今までは本ね2ページぐらい読むと寝ちゃうのよね。だから読み終わったことがないね最後まで本を。今、いろいろ業態をさまざまな国に展開されてると思うんですが、うんうん、アメリカ以外にも、まあ、台湾ですとかっていう、うん、展開されてます、ね、うんうん、その国はなぜその国を選んだんでしょうか。自分が行って肌が合うか合わないか、だって肌が合うか合わないかって多分一番大事だと思うよ、うん、自分の出す商品が受けるか受けないかってことがそれで分かるか だからその現地に行ってやっぱその国で遊ぶことが一番大事だよね。食べ物食べたりゴルフやったり、まあ、いろんなところ見に行ったりしてるうちに分かるその国が、うん、
業態はその今金子の会社とうちは一緒になったから、天丼だったり天ぷらだったりラーメンだったりお寿司だったり定食だったり海鮮丼だったりって感じかな。ですけども、うん、飲食店以外には何かこう欲しい？してない。うん、飲食店だけ。飲食店以外分かんないもん。飲食店は分かる。でも飲食店以外は分からない。できることをやるって。はい。次なんですが、辻田さんのつけ麺といえば、うん、3種類の味、うん、まあ、すだちと黒七味を、うん、まあ、変化させて食べていくっていう、うん、それを思いついたきっかけっていうか。ああ、これね、あのとある方にあのアドバイスいただいた。っていうのは、すだちもあったし、黒七味もあった。だけどこれを普通に最初から食べてもらうよりも段階を踏んで食べ方を店側から提案した方がいいんじゃないっていうアドバイスをいただいたことがある。なるほどと思って、それでそれをやってみたっていう感じかな。次なんですが、まあ、M&A をした、うん、ということでお聞きしたんですが、うん、M&A っていうのはどういうもので、あ、だったのか。なるほど。 M&A っていうのは基本的に、まあ、自分が持ってる株をまあ、違う方にその株を売るっていうことがまあ M&A だと思うんだけれども、まあその理由は人それぞれいろいろあって、例えばもう後継者がいないとかっていう方もいらっしゃれば、もう会社やってるのも疲れたからとかっていう方もいらっしゃれば、まあいろんな理由の方がいらっしゃると思うんだけど、僕の場合はどっちかっていうと自分の限界を感じた。店舗数がある程度になってなった時に、やっぱり自分がこのまま続けてて何かあったら自分じゃこの会社を支えきれないなっていう規模になっちゃったわけよ。でも僕の場合その規模が勉強してきた方よりとか、もっと僕より努力してきてる方いっぱいいらっしゃると思うんだけど、その方より僕の器って小さいから、その器がやっぱすぐいっぱいになっちゃったんだよね。だからもう僕の器量じゃこれやりきれないなっていう風になって、何かあったらやっぱ従業員とか、それからお取引先のその業者さんとか、やっぱそういう方にご迷惑をおかけしてしまうなっていうのがあって、それでやっぱり人に迷惑かけてまでやりたくないなっていうのがあったから、だったらちょっとあの大きな力があるところと一緒に組んで、まあ僕の場合 100% あの株を譲渡してあの売ってるわけじゃないからまだ持ってるけど、あのそういう方たちとパートナーを組んで、それでこの先もっと会社を伸ばしていきたいなっていうのが M&A をしたい理由。こちらに関してはもうちょっと詳しく聞きたいなと思いまして、うん、まあ、またこの例だけでお話を伺いしたいと思います。次なんですが、まあ、これ今回 YouTube の番組の一つなんですが、うんうん、なぜ YouTube を始められたんですか？これはね、やっぱりね、これからの時代はね、やっぱりあのインスタグラムもそうだし、Facebook もそうだし、 YouTube とかってマーケティングツールの一つとしてすごく大事なもんだなと思って、でやっぱりこういうのをやることによっていろんな方に知っていただいたりとか、まあ、いろんな広がりを持って今後の展開とかをしていければいいなと思って、まあ、マーケティングツールの一つとして。サムネが変わってすごく素敵なお写真なんですが、うん、おーよく見てるね、その方が、うん、プロに頼んでいますかという質問。あ、これは実は僕あのラーメン屋さんやってた頃からラーメンの撮影とかいろいろやってたんだけど、それやっていく中で結構勉強してたの。だから、あ、ラーメンの写真でこうやって撮るんだとかっていうのなんとなく感覚があったから、全部あの自分たちでやってます、これは。次最後ですね、はい。辻田さんのお店なんですが、うん、インテリアがとても素敵で、ほう、これは、デザインっていうのデザイナーさんなのか、辻田さんなのか、うん、僕ねデザインがね大好きな、デザインのいいお店を見たりとか作ったりとかするのが大好き、ね、まあ、ある意味趣味みたいな感じだから自分で作りたいんだけど、でも素人だからやっぱそこまではできないから、主にメインはあの AK さんっていう会社があって、その AK さんにあのデザインとかをお願いして、逆に一緒にこう打ち合わせしながら作っていくようなイメージ。安室ちゃん、安室ちゃん世代だもん、うん、世代的にはね。だから安室ちゃんが大好き、うん、だ引退しちゃったからね、悲しいなと思ってるけどでもいい時に引退しておいた方がいいよね、うん、身の引き方としては一番いい時期なんじゃない、うん、はい、次ですね、うん、子供の頃大好きだったもの、子供の頃大好きだったもの、自転車。自転車、うん、初めて自転車乗れるようになって、子供たちだけでどっか行けるようになった時すごい嬉しかったの、遠くまで行けて、それが思い出かな、今でも覚えてる。子供の時から今でも好きな食べ物、お寿司、うん、だからアメリカでお寿司屋さんもやってるし、
うん、憧れのスーパーヒーロー。憧れのスーパーヒーローいない。やばい、答えになってないからすいません皆さん、申し訳ないです。高校時代夢中になった。高校、あ、お祭り、僕お祭りが大好きだから、おみこし担ぐの好きで、そういうおみこし担ぐ会に入ってて、でその会のそのいろんなところにおみこし担ぎに行くのに夢中になったかな。あとはやっぱ仲間と遊ぶことかな。うん、車の免許を取ってから、うん、一番最初に買った車を覚えてますか。自分でね、一番最初に買った車はね、インフィニティ。あれ一番最初に買った。高級車ですね。高級車だよね、今考えたら。となると次の質問がちょっと被っちゃうんだけど。え、何、うん、初めて買った高級車は何でしたか。その後買った25歳の時。25歳の時にね、BM のね、7シリーズ買ったかな。高級車ですね。高級車だよね、はい、今考えれば。25歳って言うと開業されたら。そう、独立して、2ヶ月ぐらいして買っちゃったかな。なんかわかんない、調子乗ってたんだよね。あ、なんか買えんじゃないかなとか思って買っちゃったんだよね。次ですね、好きなブランドってある。ブランド、ブランドって何、洋服とか。そうですね。あー、ナイキ。ナイキ、うん、俺ナイキ大好きだから、靴ほとんどナイキだし、うん、ナイキ大好き。もし20歳の自分に言葉をかけられるとしたら、うん、今かけられるとしたら何て言いますか。気楽に生きなって言うかな。気楽じゃなかったから、それが辛かったから。次ですが、人生で最もハマったこと。仕事。仕事しかないかな。最もでしょ。最もってことは一つだもんね。じゃあ仕事。うん。でもそんな自分が嫌でもあんのよ。だってつまんないじゃん、仕事だけで人生終わるなんて。だから俺早く引退したいもん。うん。そうするとなんかこう、趣味みたいなことではあるんですか、その引退してやりたい趣味。ゴルフ。あと寝ること。寝ることを趣味。だって今までさ、人のさ、人よりも寝てないから、だから人並みに寝たい。当時はね、毎日、3時間とか、若い時は。だからさ、その分取り返さなきゃいけないから、これからはちゃんと寝れるようにしないとなと思うけど、まあもうちょっとだね。うん、今生きてて一番楽しいなって思うことはありますか。家族でどっか出かけたりとか、そういう時楽しいなと思うけどね。うん、あとゴルフかな。うん、最後の晩餐は何を食べたいですか。最後の晩餐、何を食べたいですか。元気だったらって話だよね。ねえ、そこがまず前提にないとね。最後の晩餐はね、俺ね、あー難しいな、ラーメンと寿司かな。美味しいと思うラーメンって。おいっぱいあるよ。東京だったらやっぱ俺田中商店は好きだし、千葉木屋さんも好きだし、意外と俺すみれさんも好きだし、赤のれんさんも好きだし、秋葉原のところの生姜、新潟の生姜のラーメンのお店、そこも美味しいと思うし。結構あれですか、毎日ラーメン食べるんですか。食べる。まあ毎日とは言わないけど、昔は毎日食べてたけど、まあ、今毎日とは言わないけど結構食べる。全然食べれちゃう。あの健康だったら全然食べれちゃう。好きじゃなきゃ続けられないね。うん、仲がいいラーメン店の経営者の方、こうさっきその田中商店って言った田中さんも可愛がっていただいてるし、あとその千葉木屋の千葉さんも可愛がっていただいてるし、例えば、まあ、仲がいいって言ったらおこがましいけど、その、まあ、一風堂の川原社長にも可愛がっていただいてるし、あと世田谷の前島さんにも可愛がっていただいてるし、つけ麺鉄の小宮社長、まあ、元ね創業者の小宮社長も仲いいし、あとなぎっていうラーメン屋さんの生田社長も仲いいし、あと塚田さんっていう魚雷っていうラーメン屋さんやってらっしゃるんだけど、文京区で、そこの社長さんも可愛がっていただいてるし、今言った方は結構お世話になったり仲良くさせていただいてたりっていうのはあるよね。うん、だからラーメン屋さんってね、意外とね横のつながり強いのよ。そう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 。 あとだから六輪車の三田社長とか、うん、ゴルフ行ったりとかご飯食べ行ったりとかあるし。はい、次、味玉の美味しい作り方を教えてください。これね、前もねコメントでいただいてるの実は。だから今度動画でやります、味玉の作り方。はい、なんでぜひチャンネル登録をして待っていただけると助かります。チャンネル登録はね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、はい、以上。はい、お疲れ様です。それでは、今回は本当にですね、たくさんの方からいろんなご質問いただいてどうもありがとうございました。またインスタグラムとかフェイスブックの方で今後もなんか、またしばらくしたら募集の方、質問とかね、いろいろ募集していこうと思いますので、ぜひですね、これを機会に次のまた募集があった時にはいろいろご質問いただければ幸いですので、よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。